最初台本いただいた時に初めて読んで、でおばあちゃんとか家族のことを少し思い出しながら読んでて、すごい胸に詰まる思いというか、おばあちゃんとかの思い出とか思い出して、すごい大切な役をいただいたなって思いました。すごいおばあちゃんが大好きな人で、家族のことも好きで、人としてすごい尊敬できるなって思いました。あまり自分は葬儀とかを経験したことはないんですけど、大切な人が亡くなったらどうなるのかなって思ったりとか、コウキさんっていう実在する人物がいるんですけども、そこに自分らしさも付け加えてやっていこうと思ってます。はい、前回観客として見させていただいて、もう本当にとっても感動して、ぜひおばあちゃん役をやりたいって思って、それをやらせていただけるっていうことに本当に感謝しています。実は私もすごいおばあちゃん子で、おばあちゃんに可愛がってもらった記憶があるんですね。でやっぱりもう危ないって言われて病院に行った時に、おばあちゃんがもう本当にもう息もできないぐらい苦しいんだけど、私を見て笑った時の顔がもう本当に忘れられなくて、そういうのをやっぱりかぶってしまって、その頃のことを思い出してついつい涙が出てしまうんですけれども、一生懸命やろうと思います。皆さんご家族とか身近な方とのいろいろな思いがあると思うんですけれども、そういうのをやっぱり思い出していただけたらいいなと思います。今回はすごく男らしくて、で息子思いで愛情がすごくある父親という役をやらせていただくので、まあ、すごく責任の重さも感じますが、息子であるコウキに愛情を注いでいきたいと思います。もちろんおばあちゃんとかコウキとかはすごくそこの関係性も見どころでもあるんですけど、お母さんとお父さんの関係性も見てくれたらなと思います。今回は本当に、さらに重要なお母様の役をさせていただきます。で台本を、読ませていただいたりとか、一緒にっていうか前回させていただいて思ったんですけど、とてもお優しくて周りが見れるお母様で、やっぱそのお父様が厳しく、その厳しさをフォローするお母様っていうすごく重要な役で、でも厳しいこともやっぱり言ったりとかして、その中の愛情っていうのを表現できるように頑張りたいなと思います。コウキさんと一緒に歩んでいこうっていう気持ちが強い人なので、そこを頑張って出していきたいなと思っています。本当に大好きな作品なので、今回は葬儀の司会進行役ということだったんですけども、短いセリフではありますが、大切に、この物語を進めていけたらなと思っています。はい、このママの手は、亡くなる2日前からお通夜告別式までを描いた約 12,3 分の、ものになりますが、歴代2011年は青鬼プロダクションの森武さん、そして第2弾9月6日今年のは青木龍くんがやってくれました。そして、今回ということになるんですけれども、やっぱりその生身の人間、しかも自分を、演じてもらうというのがものすごくやっぱりご尽力いただいてるんだなというふうに思うんですよね。そこにアンサーソングとしては、このストーリーの元となる楽曲は、1999年、にアメリカにいた時に書いた
私の実の母に宛てた楽曲なんですね。母方のおばあちゃんなので、まあ、そういう作品が、毎回コーキミュージックディクショナリーでもコーキミュージックストーリーでも反響があったので、今回スペシャルアンコールということで、お届けすることになりました。ぜひお楽しみに。